私はパニコ、28歳の兼業主婦です。兄の同僚である3歳年上のヒロシと結婚し、今はラブラブの新婚さん。そんな幸せな私に親友のカナが羨ましそうに叫びました。あー、私も結婚したい。前言ってた彼氏とはどうなの？そろそろそういう話出る頃？こないだ別れた。あら、また？私はやれやれと笑いながら肩をすくめました。親友のカナはいい子ではあるんだけど、いまいち男性を見る目がないんですよね。ちょっとかっこいい男性に優しくされるとすぐに舞い上がっちゃって恋に落ちてしまうの。でも相手はイケメンでも性格がいまいちだったり、他の女にすぐ乗り換えたりして長続きしないんです。カナも顔ばっかり見ていないで、そろそろちゃんとした相手を見つけなさいよ。私の夫みたいに顔も良くて性格もいい人にはそうそう巡り合えないだろうけど、長い付き合いでお互い言いたいことを言い合える存在の方に、私はのろけたっぷりに答えました。パニコの旦那さんってイケメンだったっけ？私パニコの結婚式にインフルエンザで出られなかったから顔を知らないわ。そういえばカナには私の旦那を紹介してなかったわね。すっかり紹介した気になっていたわ。写真ならスマホに入ってるけど見る？ううん、実物を楽しみにしてるわ。ほら、写真って当てにならないから、実物と全然違うじゃんってこと多いからさ。じゃあ今度紹介するわね。ああ、それより旦那さんのお友達を紹介して。できるだけイケメンでよろしくね。はいはい、わかったわよ。相変わらず懲りない子だわと私は笑いながら約束しました。というわけでね、今度私の親友に誰か紹介できる人を探してて、合コンというか飲み会みたいな感じがいいんだけど、独身のお友達に声をかけてくれない？その日の夜、夕飯を食べながら私はヒロシにお願いしました。ああ、いいよ、パニコの大切な親友だもんな。そうなの、高校時代からの大親友なのよ。じゃあ近いうちに俺の友達に話しておくよ。ありがとう。じゃあその時に親友をヒロシに紹介するね。可愛い子だけどヒロシはちょっかいかけないでよ。そんなことしないって。私は冗談めかして言いましたが、実はヒロシは結婚前まで浮気癖がひどくて、私も何度も泣かされていたんです。でもさすがに結婚してからは浮気癖も収まるでしょう。それになんてったって今はラブラブ新婚さんなんですからね。いしし。3ヶ月後。ねえヒロシ、こないだお願いした合コンの件どうなったかしら。さすがに3ヶ月もあれば話が進むはずなんだけど。そう思いつつも私ができるだけ穏やかに聞くと、ヒロシは頭を下げました。あー、ごめん、ちょっと忙しくて企画してる暇がないや。何せ仕事が目いっぱいだからさ。そうなの、大変ね。確かにこのところヒロシは仕事が忙しいようで、残業続きで毎日帰りが遅くなっています。今日はたまたま自宅にいるけど、休日に会社に行くこともしばしば。そんな状態を知っている私は無理に企画しろとは言えませんでした。そうだパニコ、仕事といえば今度の週末は出張に行くから。出張？ヒロシって出張があるような仕事だったっけ？地域密着企業で取引先も地元の会社ばかりって言ってなかった？それはいろいろあるんだよ。いくら地域密着って言っても他の県に行かなきゃいけないことだってあるんだ。いちいちそれをパニコに説明する必要なんてあるか？いきなりヒロシが怒り出したので私はびっくりしました。あ、ごめんね、気を悪くした？私はただ。知らないくせに人の仕事に口出しするなよな。私が謝ってもヒロシは怒り続けていました。きっと仕事が忙しすぎて苛立っているんでしょう。兄も忙しいんだろうな。この週末には実家に帰ろうと思っていましたが、これは遠慮した方が良さそう。兄の貴重な休みを邪魔したくないものね。そこで私はカナに電話をかけました。夫の友人を紹介すると約束していたのにほったらかしになっていたから、その詫びと
久しぶりにカナと遊ぼうと思ったんです。しかしカナは浮かれた様子でこう言いました。え、合コン？そんなのいらないよ。それより聞いてパニコ、私ついに真実の愛を見つけちゃったの。今週末は彼氏と初めての旅行に行くからパニコと遊べないわ。どうやらカナは失恋を乗り越えて新しい恋を見つけたようです。それは良かったわね。でもせっかく旦那が出張だから会えると思ったのに残念だわ。お土産買ってくるからその次の週末に会おうよ。パニコにも彼氏の話を聞いてほしいの。今度は本気の恋なんだ。うん、楽しみにしてるね。そして翌々週の金曜に会社帰りの私はカナと待ち合わせしてレストランに入りました。はい、お土産。今日は旦那さんはいいの？うん、私が親友と会うって言ったらゆっくりしておいでって言ってくれたわ。今日は久しぶりに旦那の残業がない日だったからすれ違いになっちゃったけどね。そう言いながら私はカナがくれたお土産を見ました。あれ、奇遇ね。こないだの週末うちの旦那も同じところに行ってたのよ。へー、そうなんだ。カナは気乗りしない様子で相槌を打ちました。それよりもカナは自分の恋バナを聞かせたくてたまらない様子で身を乗り出しました。ところで聞いてくれる？私ついに真実の愛を見つけたの。それは聞いた。というかカナは恋に落ちるたびに同じセリフを言ってるわよ。今度は本当なんだって。先週の旅行でそれがはっきりしたの。彼は既婚者なんだけど奥さんと別れてくれるって言ったのよ。え、カナの彼氏って既婚者なの？私は驚きました。カナはこれまで何人もの男性と交際してきましたが常に相手の男性は独身で、私の知る限り既婚者とは一度も恋愛してこなかったからです。不倫はダメだよ。私は応援できないわ。いくら親友のカナであっても不倫する人の応援はできません。パニコはそう言うと思ってたわ。私も最初は彼が既婚者だってことを知らなかったの。相手の男性はカナと交際を始めた時には独身だと自称していたそうです。しかし先週の旅行中に初めて真実を打ち明けられたそう。聞いた時はショックだったけど、彼はもう奥さんとは離婚するつもりらしいから同じなの。同じじゃないわよ。まだ離婚する前から別の女性に手を出すような不誠実な男ってことじゃない。たとえカナが最初は知らなかったにしても既婚者だと分かった時点で別れるべきだわ。しかしカナは首を横に振りました。パニコは知らないのよ。彼には不倫しても仕方ない事情があるの。カナの話によると相手はカナが勤めている会社の取引先の社員だそうです。カナの会社に打ち合わせでやってきた時、お茶出ししたカナを見初めて食事に誘ってきたとか。彼今は平社員だけど後々には重役になることが決まってるんですって。お父様が社長なの。今は修行中の身だから他の社員と同じ扱いだけど、だから将来的には彼が後を継いで社長になるのよ。それでね、彼の奥さんってのは取引先の社長の娘なんですって。つまり契約のために結婚させられた政略結婚なのよ。政略結婚だからって浮気していいってことじゃないわよ。パニコは知らないのよ。最初に浮気したのは奥さんの方なんだから。え？彼の奥さんは結婚前からホストクラブに通っていて、結婚後もホスト遊びを全然やめようとしないんですって。お店の外でも会っているし、ただならぬ仲になっていることを隠そうともしないらしいわよ。専業主婦にもかかわらず家事もしないし、昼間は買い物やエステ、それから浮気相手とのデートで遊び回っているみたいなの。そうなの。不倫は絶対ダメとの信念を持っている私ではありますが、カナの話を聞くと奥さんの方にも大いに問題がありそうです。彼は愛してもいない女と政略結婚させられて愛のない生活を送っていたんだもの。私との交流に癒しを求めたとしても不思議ではないわ。だからってね、不倫はやっぱり別れるまではそういう関係になるのを待った方がいいんじゃない？私は考え込みました。親友のカナの恋は私も応援したい。でも不倫は人の道に反する行為です。
でも彼氏の状況には同情すべき点も。それでね、彼から相談されたの。いくらひどい奥さんだからといっても、いきなり追い出すわけにもいかないでしょ。それに奥さんが離婚を拒否するかもしれないわ。だから私、彼にお金を渡そうと思うの。え？お金？ほら、彼は政略結婚をさせられたわけだから、相手の親は仕事上の関係者なわけじゃない。奥さんと相手の親に離婚を納得してもらうには、ある程度のお金を渡す必要があるんですって。つまりは慰謝料を払って離婚してもらうのよ。だって相手は取引先なわけでしょ。お金を払うって言ってもそう簡単に離婚できるか。彼はできるって言ってるわ。それでもちろん彼も自分のお金を出すつもりだけど、奥さんが納得するには最低限あと100万は必要だって言うのよ。だから私、自分の貯金から100万を出そうと思って。どうせ結婚したら一つの財布になるんだし。本当に社長の息子だとしたら、どうして100万くらい自分で用意できないのでしょうか。私が当然の疑問を投げかけると、カナは怒り出しました。ひどいわパニコ、彼と私の真実の愛を疑うつもり。応援してよ、親友でしょ。でも不倫はダメだよ。パニコだったら分かってくれると思ったのに。もういい、帰る。そう言ってカナは店を出て行ってしまったんです。その後カナとは連絡を取り合わないまま1ヶ月が過ぎました。ですが、ずっと仲良くしていた親友をこんなことで失いたくはありません。私がカナに電話すると、カナの方もそう考えていたみたい。私たちは次の週末に仲直りのランチをしようと約束しました。しかしその週末、私はとんでもない衝撃の事実を知ることになったのです。待ち合わせ場所のカフェにカナがやってくるなり、カナは言いました。実は今日彼氏をここに連れてきてるんだ。え？そんな話聞いてないよ。うん、言ってないもん。でもパニコに彼をどうしても紹介したかったの。パニコも彼に会えばきっと分かってくれると思って、カフェの外にいるから連れてくる。そう言ってカナは店の外に出て行きました。今日はカナとゆっくり仲直りして、落ち着いたところでカナの話を聞こうと思っていたのにな。しかし店に再び入ってきたカナとその横にいる男の姿を見て、私は驚愕しました。紹介するね、私のダーリンヒロシさんです。なんとその男は私の夫だったのです。ちょ、それ、あ、私の、え、私の何？ポカンとするカナの横で、夫が真っ青な顔で油汗をだらだら流しています。それは私の夫よ。は？パニコがヒロシさんの妻？私の説明でカナはショックで泣き崩れるかもしれないと一瞬心配しました。しかしカナは予想外の反応を見せたのです。ひどい、パニコったらなんてひどい女なの。は？パニコがホストにはまって浮気してたなんて、私も一番の親友がそんな女だとは思わなかった。ちょっとカナ何言ってんの。私が政略結婚じゃないことはカナも知ってるでしょ。だってパニコのお父さんは社長じゃない。ヒロシさんの会社と取引があったから無理やりヒロシさんと結婚したんでしょ。確かに私の父は社長ではありますが、父と母が営んでいる小さな酒屋の自営社長ってだけです。酒屋の娘が政略結婚？そんなはずありません。ちょ、落ち着いてよかな、話を聞いて。しかしカナは私が何を言っても耳に入らない様子で、ものすごい勢いで私を責め立ててきます。どうしよう。私が困り果てているその時、横から助け舟が現れたんです。こんなところで何してんの。さっきからここのテーブル騒ぎで注目の的だよ。あ、パニー。あの、その騒ぎになっていると言われ、ようやっとカナは冷静さを取り戻したようです。おずおずと兄に声をかけました。あのヒロシさんのお友達ですか。え？あ、はい、ヒロシの同僚でパニコの兄でもあります。あなたはパニコの知り合いですか。私の親友のカナよ。と言っても今やその友情は
風前の灯火なんだけど。ちょうどよかったわ、パニーから説明してくれない？私は今政略結婚したホスト好きの悪い妻って汚名を着せられかけているのよ。すると兄は笑い出しました。パニコがホストにハマったって？それに政略結婚、冗談だろう。ヒロシがパニコとの結婚を許してもらいにうちに来た時には親父が怒りまくっちゃって大変だったじゃないか。結婚は認めん、娘は渡さんって。お袋に諭されてようやく認めてくれるまで土下座してた姿をよく覚えているよ。それに君が僕たちの会社の社長息子だって？おかしいな、うちの会社こないだアメリカ人の新社長が就任したばかりだよね。ヒロシってハーフだったっけ？いや、そのじゃあヒロシさんの言ったことは全部嘘？信じ込むかなもどうかと思うけどね。嘘ついたヒロシが一番の問題よ。それはあなたの浮気はもちろん、私についてありもしないことを振り回って私の名誉を汚したことは許せないわ。元から浮気癖のあるヒロシでしたが、まさか結婚しても浮気癖が治らないとは。しかも相手が知らぬとはいえ私の親友だなんて。ヒロシが言葉も出ないでいるとカナが叫びました。じゃあ私が渡したお金はどこに行ったの？奥さんに渡すって言ってたじゃない。奥さんと離婚するためにはどうしても必要だってずっと貯めてた100万円。それは実はちょっと使っちゃって。何に？パチンコとかキャバクラとか。呆れた。浮気だけでも一発アウトなのに、人の名誉を汚してさらに浮気相手から遊ぶ金まで騙し取るなんて、愛情も信頼も地の底まで落ちたわ。離婚ね。離婚？そんな。そうだね、それがいいと思うよ。それと今回の件は上司に報告させてもらうよ。大切な取引先の女性社員にちょっかいを出して独身だと偽って相手から金を奪い取ったってね、これは立派な犯罪だ。妹の夫だからといって見過ごすわけにはいかないよ。大丈夫よ、もうすぐ夫じゃなくなるから。そんな。ヒロシはおろおろし横にいたカナに救いの手を求めました。カナ、なんとかしてくれよ。パニコとパニコの兄さんになんとか取りなしてくれ。このままじゃ俺は破滅しちまう。お前だけが頼りなんだ。ヒロシはカナにすがりつきましたが、カナはヒロシをドンと突き飛ばして離れました。冗談じゃないわ、この大嘘つき詐欺師、警察に訴えて逮捕させてやる。そんな。その後私は夫と離婚しました。夫には多額の慰謝料を請求。本来であれば不倫相手であるカナにも慰謝料を請求すべきだったかもしれませんが、私はそれをしませんでした。カナは少なくとも最初は知らなかったわけだし、夫のついた大嘘を信じ込んだある意味被害者でもありますからね。そして兄が会社に報告したので、ヒロシは会社もクビに。まあカナが警察に被害届を出してヒロシが逮捕されたので、兄が報告しなくても会社の知るところにはなったでしょうけどね。慰謝料で借金を抱え仕事もクビになったヒロシは実家にも帰れず、今は昼も夜もバイト生活だそうです。私はカナと仲直りしました。冷静さを取り戻したカナも真摯に謝罪してくれたし、あの男ごときのために大切な親友を失ったらそっちの方がよっぽど悲しいですものね。そういえばパニコ、この間会ったパニコのお兄さんってとっても素敵な人だったわね。独身なの？紹介して。もうかなったら相変わらずなんだから、ちょっとは懲りなさいよね。私は笑って言いなしましたが、もしかするとそれはいい案かもしれません。パニーがいい人だというのは妹の私もよくわかっているし、それにカナが兄と結婚したらカナが義士になるのですから、なんだか楽しそう。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。